表された、ピクセル、iPhone の最強の刺客登場。ライカ対応Xiaomi 14T シリーズが凄すぎます。コスパ爆裂発表会の内容をご覧ください。はい、今回ですね、Xiaomi さんの新製品発表会に来ています。で、Xiaomi 14T Pro の発表があったんですけど、スペックをざっと説明しますと、CPU がですね、Dimensity の 9300+。あと、カメラがですね、待望のライカカメラ搭載で、Xiaomi 14と同じですね、ライトフュージョン900搭載してます。あと望遠ですね、にも対応してます。で、ディスプレイがですね、4000ニットで非常に高性能で、AI 機能もかなり強化されて、Google との連携で Gemini にも対応しています。あとですね、ベーパーチャンバーが 3D のアイスループ対応で非常に高性能であるというところと、バッテリーもですね、5000mAh で無線充電にも対応していると。スピーカーがスレオスピーカーで、防水 IP68 で、重さが 209g で、今回日本モデルですね、お財布携帯にもちゃんと対応してきたということで、前回 Xiaomi 14 Ultra お財布ないんですけど、今回ですね、ライカ対応モデルで初めてのお財布対応のモデルになります。非常にですね、今こちら 14T Pro 映ってますけど、質感含めて非常にいいと思います。ではですね、この後新製品発表会の様子、ざっとどんな端末か見てみたのでご紹介していきたいと思います。はい、こちらがですね、 Xiaomi 14T の外観になります。どうでしょうか。チタングレー、非常に質感高いですね。高級感非常にあると思います。サイドはこんな感じですね。右側面何もなくて、左は電源ボリューム。ここの電源ボタンがですね、 AI 起動にもなっているので、こういう風にちょっとこうギザギザが入ってます。トップはマイクですね、スピーカー画面側で、ボトムは、まあ、いつも通り SIM スロットと USB-C スピーカーになってます。まあ、非常に今回の 14T Pro はですね、質感が非常に高くて、まあ、14 Ultra とはまた違った感じで非常にいいなと思います。かっこいいですね。まあ、色はそれぞれ3色展開になってるんですけど、どの色も特徴があっていいと思います。 Xiaomi 14T Pro のデザインは以上になります。はい、こちらがですね、ブルーの色の Xiaomi 14T Pro です。チタングレーとちょっと色合いが違いますね。ブルーも結構かっこいいです。こんな感じです。グレーン、はい、こちらがですね、黒色の Xiaomi 14T Pro です。どうでしょうか。チタンと青色と比べて、黒色はちょっとザラザラした色合いですね。ちょっとマットな仕上がりになってます。これとこの3つ3色、いや、まあそうですね、はい、まあ、チタンカラーの方はちょっと高級感がある感じですね。そうですね、はい、3色で採用されている。はい、こちらはですね、 14T と 14T Pro 比較した時の大きさです。厚さがですね、ちょっと違いますね。 14T Pro の方が厚いです。高さ方向は変わらないですね。カメラの大きさが少し 14T Pro の方が高さある感じです。カメラの出っ張り、ちょうど 14T Pro と 14T で比較しますと、こんな感じです。まあ、少し 14T Pro の方が厚い感じですね。あとサイド面の処理に少し違いが若干ある感じもするんですけど、14T Pro の方が若干質感高い感じですね。背面も少しだけ 14T Pro の方が湾曲してる分、質感が高く見えます。カメラあたりは、まあ、両方とも同じ感じで非常にいいですね。はい、14T Pro と 14T のデザインの比較以上になります。で、まあ、両方ともチタングレーですけど、この辺の H の処理ですね、こちらフラットになっていて、こちらラウンドしているので、まあ、微妙な差なんですけど、結構実機はですね、プロと無印でだいぶ違うなという感じです。はい、こちらですね、 Xiaomi のライカモデル並べてみました。 Xiaomi 14
14T Pro、シャーメ14ウルトラですね。こんな感じです。まあ、それぞれ特徴的なデザインで非常にいい感じですね。こちらですね、デバイス情報になります。このモデルは 256GB までですね。詳細はこんな感じです。お財布携帯は一応ですね、ちゃんと対応します。入ってるアプリケーションはこんな感じですね。こちらですね、シャーメ 14T Pro のになります。認証はですね、すでに技的に対応しているようです。まあ14T Pro の白い SIM の状態なんですけど、こちらですね、 eSIM が1個で物理 SIM1 個のリアル SIM 対応になってます。 14T も同じような感じですね。はい、こちら撮影モードですね。写真の方は 0.5、1倍、2倍、2.6、5倍、最大30倍まで撮れます。ビデオの方は 4K60fps の24、30、8K30、 フル HD が30、60撮れます。ポートレートはですね、23、35、60、65撮れます。はい、こちらがですね、シャーメ 14T の外観になります。どうでしょうか。質感は非常に高いですね。これチタングレーになるんですけど、カメラの方はこんな感じです。ライカのロゴかっこいいですね。サイド面の処理はこちら、電源ボリュームですね。右側面何もなくて、ボトムは SIM スロットスピーカー、トップはマイクで画面がスピーカーって感じになってます。まあ、14T Pro も非常に質感高いんですけど、 14T もかなりいい感じです。重さがですね、少し軽い分持ちやすさがある、いいな。重さがですね、少し軽い分持ちやすいですね。はい、 14T のデザインについては以上になります。はい、こちらはですね、 14T の色がブルーでなってます。どうでしょうか。チタングレーとはちょっとまた違った雰囲気ですね。シャーメ 14T Pro と基本的にチタングレーとブルーは同じ色になってます。ちょっと今指紋がついて汚くなってますけど、非常にかっこいいですね。まあ、14T のいいところは重さが少し軽いってところがいいと思います。若干デザインはですね、変わってるところですね。はい、こちらですね、シャーメ 14T シリーズで唯一カーモデルになってますけど、グリーンですかね、色合いが。あと重さが 193g で少し軽くなってます。結構質感いいですね。触った感じ、なんでしょう、しっとりしてる感じですね。サイド面は普通のアルミフレームっぽい感じです。持った感じはどうですかね。まあいい感じですね。デザイン結構変わってていいと思います。質感非常に高いですね。チタングレーもいいんですけど、こちらのカーモデルも非常にいいと思います。デバイス情報はこのようになってます。認証はすでにも技的対応してますね。はい、カメラの撮影モードを見てみます。 14T の方はですね、写真が 0.6、 1倍、2倍、4倍、あとズームがですね、20倍まで撮れる形になってます。ビデオの方は HD60 と 4K60 も一応撮れます。カメラの切り替え見てみましょう。 4K60 で切り替えできないですね。 4K24 で 4K24 であればカメラの切り替えできるみたいです。
はい、こちらシャオミのバッツ5になります。チタンカラーで非常に高級感ありますね。ノイズキャンセルも対応しますし、11ミリのデュアルマグネットドライバーで低域は結構あると。1万円超の値段なんで、値段的にも非常に安くていいと思います。デザインおしゃれですね。今回シャオミ 14T Pro がチタングレーがあるので、その色合いと合わせてるっていうふうに言われてます。値段もそこそこ安いので、ノイズキャンセル付きでオープンイヤー型としては非常に使いやすくていいと思います。はい、こちらがですね、シャオミのスマートバンド9になります。今回新しい色が出たということで、チタンカラーですね。シャオミ 14T Pro に合わせてチタンカラーが追加されてます。色味はこんな感じです。バッツ5もチタン色が出ていて非常にかっこいいですね。値段は同じ5480円でいいと思います。こちらですね、シャオミスマートバンド9の方になってます。もうすでに売り出されてますけど、相変わらずバンドの種類がすごいですね。私も結構愛用してますけど、まあ、今後もですね、結構売れるんじゃないかと思います。現時点世界ナンバーワンで売れ行きがすごいそうです。こちらがですね、レッドミーウォッチの5のアクティブとライトになってます。それでは値段が648の3キッパで、かなり値段が安いんですけど、こちらですね、アクティブの方こんな感じです。持った感じ結構軽いですね。花粉とかそういうほこりとかが、まあ、質感っていう面ではちょっとこうプラスチックな感じあります。ライトの方は GPS 対応で少し高級感がある感じですね。全身の値段がすごい安くて非常にいいなと思います。画質も結構綺麗ですね。こんな感じです。まあ3キッパー考えると、とりあえず買ってみて使ってみたいなと思いますね。こちらですね、 5-in-1 の Type-C ハブになってます。3380円でめちゃくちゃ安いんですけど、一応5ポートですね。あと HDMI 出力にも対応します。私もこの手のタイプ使ってるんですけど、3380円にしたら質感とかめちゃくちゃいいですね。結構売れそうな感じですね。非常に出来がいいなと思います。今日から発売みたいなんで即売り切れそうな感じがしますね。はい、モバイルバッテリーですね。 33W で2000mAh で 2万mAh で3000いくらという、めちゃくちゃ安いですね。持った感じ結構重さありますね。2万 mAh で3000円ってことを考えると、値段はかなり安いと思います。重量はかなりあるんで、そこはちょっと気をつけた方がいいですね。いい感じのスティック。はい、こちらですね、シャオミの空気清浄機になります。私の家でも結構使ってるんですけど、今回コンパクトタイプになってます。9480円で結構安いんですけど、こちらインターフェーストップで結構かっこいいですね。もうなかなかすごい。これの上位クラスのやつは結構これの高さが2倍ぐらいあるので、このコンパクトのやつ結構いいですね。はい、値段も1万円切ってるので非常にいいと思います。こちらお掃除ロボットですね。シャオミのお掃除ロボット結構安いものから、今回フラッグシップまで出てきます。特徴的なのはですね、モップ機能と、あちら水タンクと掃除タンクがついてるとか、すごいですね。ほとんどメンテナンスフリーで使えるので非常にいいと思うんですけど、今回 MAX と PRO ですね、若干違いがありますけど、最上位モデルは79,800円。ちょっとこの業界値段感分かんないですけど、家で私の方シャオミのロボット掃除機使ってるんですが、非常に出来がいいので、こちらの商品も期待できるんじゃないかなと思います。こちらですね、シャオミの100インチです。 QLED なんで非常に画質綺麗ですね。 4K144Hz まで対応してます。値段がですね、29万円ぐらいということで、結構100インチとしては安いんじゃないかなと思います。まあ、プロジェクター私結構使うんですけど、こういうのもいいですね。画質が非常に明るくていいと思います。シャオミ 14T Pro の他ですね、
掃除機であるとか100インチのテレビとかいろいろ発売されていて、シャーミさんの勢いですね、日本でかなりすごいなというのを感じました。またですね、 14T プロの方は詳細のレベル別途上げますのでご期待ください。それではまた。Xiaomi.